釣った魚をさばこうと包丁を研いでいると飼い犬のレトリバーが桶をひっくり返してしまいました。みんな早く逃げるのだ。男性が慌てて魚を拾おうとしますが、レトリバーがそれを阻止します。もしかして魚の声が聞こえて逃がしたのかな。